こんにちは。整体ニコニコチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの後に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は、椎間板ヘルニアの人のためをですね、洗顔の仕方ですね、洗顔方法についてお届けしたいと思います。で、これはですね、椎間板ヘルニアといって、腰痛だったりとかする人ですね。で、腰が痛いので洗顔できないと。洗顔していると腰が痛くなるという人のための洗顔法なんですけども、実際ですね、これをやっていただきますとですね、その洗顔が楽にできるだけじゃなくて、このやり方を、洗顔しない時でもやっていただくことができますので、そうすることによって、これがエクササイズになりまして、椎間板ヘルニアを改善することにもつながりますし、あとは腰痛ですね、慢性的な腰痛のある人にとってもいいですし、あと膝の痛みのある人ですね、そういった人もですね、これを知っていただくことで、その膝の負担も減っていきますし、膝に負担のかからないですね、日常生活の動き方ですね、体の使い方ができるようになりますので、ぜひ、そういう人もですね、知っていただければな、というふうに思います。ではですね、この椎間板ヘルニアのあなたにですね、洗顔の仕方をお伝えしていきたいんですけども、ポイントはですね、お辞儀です。お辞儀。お辞儀をして、そして顔を洗うということになります。で、このお辞儀なんですけども、これはですね、今まで私この動画で何回かお伝えしてるんですけども、なかなかこのお辞儀がですね、頭ではわかるけど、なかなかうまくいかないってところがありまして、今日はそのお辞儀のポイントまでお伝えしたいと思います。そのポイントは何かと言いますと、股関節です。股関節を真後ろに引くんですね。真後ろ。引くと。これがですね、ポイントになります。股関節を真後ろに引いて、お辞儀をすることで、結果として、椎間板とかが伸びるんですね。伸びますし、腰の負担が減ります。でそうすることで、洗顔もできますし、そういう椎間板が伸びて、骨がちゃんと正しい状態になるようなことを繰り返していくことで、ただ洗顔をするだけじゃなくて、その洗顔が、エクササイズになりまして、あなたの椎間板ヘルニアが改善していくということになっていくわけなんです。で、これはですね、膝にも負担がかけないやり方にもなりますし、慢性的な腰痛の人もですね、ぜひやっていただいた方がいいですので、ちょっとこれのポイントを押さえながら行きたいと思います。でですね、ちょっと見えないですね。はい。これですね。で、洗顔をするときに、前かがみになると思うんですけども、そのときに、椎間板ヘルニアになってしまう人は、こうやりがちなんですね。こうやって。腰を丸めてやりがちです。それか、膝痛くなりやすい人は、こうやってやってたりとかします。でそうすると、こうやってる人は膝痛くなりやすいですし、こうやってる人は、背骨がですね、丸くなって、丸くなるってことは、この模型で言うと、これがですね、正しい状態がこれだとしたら、これがこうされますので、この前側の軟骨がですね、潰れます。で、こういうことを繰り返していることで、潰して戻してってやってると、こっち側の前側がどんどん潰れてきて、あとそれがさらに進行すると、全体的に軟骨ですね、これが椎間板っていうんですが、これがだんだん潰れてきて、ヘルニアになってしまうということにつながりますので、これは潰さずにお辞儀する。前かがみする必要があります。そのためには、ただですね、前後に引いてこうやるのではなくてですね、ちゃんと、股関節という、ここですね、この V ゾーンです。この V ゾーン。ここが股関節です。ここのちょうど真ん中ですね、ここに股関節、この奥に股関節がありますので、ここを真後ろに下げるんですね。ただここでこうお辞儀しちゃうと、これは腰に負担かかって、これは椎間板ヘルニア余計になってしまいますので、ただここでお辞儀するんじゃなくて、ここを後ろに、真後ろに引くんですね。これ見ていただいたら分かると思う。ここの V ゾーン、真後ろに引いてます。そうすると、お尻が
こっち方向に引っ張られて、頭がこっち方向に伸びる。こういう動きになります。で、そうすることで、その間にある背骨が、潰れてたのが伸びてくるということになりまして、まあ、椎間板ヘルニアが解消しやすくなるということになるわけですね。しかもこれは腰に負担がかかりません。なぜかというと、こういうふうにお辞儀すると、股関節に全部体重が乗るからです。で、股関節に体重が負担がかかりますので、股関節はとても、まあ、人間の体の中で一番丈夫な関節ですから、ここに負荷をかけてそのまま洗顔をすると。こういう流れになります。ですから、このポイントは今言ったように、この股関節をいかに真後ろに引くか。これが重要です。これがなかなかですね、最初はこうなっちゃうんですね。こう、真後ろじゃなくて、後ろちょっと下方向にこんなになっちゃいます。後ろ下方向に引いちゃいます。そうするとですね、まあ、膝も曲がって膝に負担がかかりますし、太ももは緊張してきますので、そうするとこっちが連動して緊張して、で、背骨が潰れてしまう。これ緊張するってことは縮むってことなんで、背骨が潰れてしまうということになりますので、ここでしっかり真後ろにいかに引くか。これをですね、鏡とか見ながらやっていくと。そうするとちゃんと股関節に乗りまして、顔が洗えると同時にですね、椎間板には、背骨には負担がかからず、まあ、椎間板ヘルニアが改善していくと同時に、それが再発しない、そういう、背骨を手に入れることができると。そういう洗顔法を手に入れることになっていると。ということになりますので、まあ、洗顔以外でもちょっと時々ですね、こういうふうな動きをして、ちゃんと真後ろに行ってるかっていうのをチェックしてやってみてください。で、またやってみてですね、多分ちょっとわかんないと思います。わかんなくなると思うので、またわかんなかったらですね、またメッセージ、ここはわかりませんっていうのを送っていただければというふうに思います。ということで、またこういったエクササイズ知りたい人は下のところからチャンネル登録をしておいてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。